どうも、錬金術チャンネルのアルキミスタです。皆さんは家庭の金銭学という本に出てくるジャックとジルの物語はご存知でしょうか？新ニーサもそろそろ始まり、投資に興味を持った方であればおそらく一度は聞いたことのある複利の話なのではないでしょうか。ただですね、こちらの話、一部現実的ではないポイントというものがございまして、皆さんの認識と実際は異なる可能性というものがございますので、今回はその嘘だと思われるような部分というのを紐解いて、現実はこんな感じですよというものを皆さんにご紹介していきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。家庭の金銭学という本は読んだことあるっていう方は少ないと思うんですけれども、ただリベラルアーツ大学とか YouTube でこのジャックとジルの複利の話は聞いたことあるのではないでしょうか。これどういった話かと言いますと、ジャックとジルという兄弟がおりました。弟のジャックは18歳から25歳までの間、毎年50万円を資産運用に回して、26歳からは特にお金というのをつぎ込むことはございませんでした。一方でジルは、ジャックが投資をやめた26歳から65歳までの40年間を投資に回して、毎年50万円、累計で2000万円投資に回したので、ジルの方が金額、投資した金額というものは多かったです。では、65歳になった二人、一体どれだけ資産の差が出ているのでしょうかっていう話なんですけれども、ここで複利効果の凄さというものが証明されます。この話だけ聞くと、投資金額が多いジルの方がリターンが出ているのではないかと思われがちなんですけれども、答えはこちらでございます。これ私も初めて聞いた時驚いたんですけれども、ジャックの方が資産額がなんと2億8000万円もございましたと。4000万円も差が出ています。ジャックの方が確かに投資した時期というのは早かったんですけれども、累計400万円しか投資をしておりません。一方でジルは2000万円と、このジャックの5倍のお金を投資に回していたのにもかかわらず、こんなにも差が出てしまったということで、やはり若いうちに投資をしておくことっていうのがものすごく重要であることが分かりまして、お金で、ね、なかなか時間の差を埋めるということが難しいというのが、このジャックとジルのお話でお分かりいただけたのではないでしょうか。なので新ニーサもね、そろそろ始まりますので、投資に興味を持った方はできるだけ早い段階で投資を始めた方がより複利の力を味方につけることができます。ちなみにジャックとジルは同じ金融商品に投資をしておりますので、年利は 10% で計算されています。ただこれはあくまで数字上でございまして、本当に計算してみたらこんなに差が開くのかと、実は計算してみたら全然違う結果になっているのではないかと思った方もいると思いますので、シミュレーションしていきたいと思います。じゃあシミュレーションした結果がこちらなんですけれども、ジャックが8年間投資をしたらどうなるのか。まずね、こちら年間50万円ずつ投資を8年間しておりますので、この400万円の元本が年利 10% 運用でまずどれだけ増えるのかっていうのがこちらなんですけれども、最終的には597万円、おおよそ600万円になりました。なのでこのたった8年間でも200万円が増えております。すごいですよね、200万円ってもうボーナス2回もらったぐらいの金額ですよね。でそこから放置します。ここから65歳になるまでずっと40年間放置をすると、この600万円はどれだけ増えるのかと言いますと、こちらでございます。なんとですね、2億8000万円ではなかったんですけれども、最終的には2億4500万円まで増えました。いや、すごいですね。これは、もう、どん引きますね。
退職金とかを含んだ障害賃金ぐらいになってしまいましたね。400万円がこの2億4000万円に増えるって、いやこれはやはり投資をするべきだということがね、お分かりいただけたのではないでしょうか。では一方でジルはどうなったか、もう一度おさらいしますと、ジルはジャックよりも投資を始める時期は遅かったですけれども、累計で2000万円も投資をしております。だから通常であればジルの方が稼げてんじゃないかと、だからもうこの話は嘘だとね思った方もいると思いますので、まあそんな方はなかなかいないかな。なんで改めてシミュレーションしてみますと、こちらになります。ジルの場合は年間50万円投資して40年間年利 10% で運用した結果、結局のところ2億円ほどになりましたので、ジャックの方が3600万円も勝っているんです。なので今回のこちらの話、具体的な金額っていうのは若干変わってしまったんですけれども、おおよそ差が4000万円近く変わって、ジャックの方が儲かっているということに関しては事実だということが分かりました。ただですね、ここで一つビビッと来ていたら皆さんすごいです。一つね、違和感というものがございます。私もねこれ投資を勉強してきて今だとパッとわかるんですけれども、こちら年利 10% ってありえない数字なんですよ。これなんですけれども、あくまで複利の力というのがこれだけすごいんですよっていうことを表すために年利 10% と仮定したのかなって私思いましたので、こちらですね、40年間も年利 10% が続くってことはありえるのか、これ正直言います、ありえません。だいたい市場の平均利回りっていうのは 3% から 5% って言われてます。まあ今のコロナショックとかを経て S&P500 とか全世界株式のオルカンっていうのは 10% 以上のパフォーマンスは確かに出てるんですけれども、長期スパンで見たらそれはあくまで一時的に伸びているっていうだけで、やはり下落するリーマンショックとか IT バブルとかね、そういったので下落するっていうことは十分にありますので、そこあたりも加味するとだいたい平均リターンというのは 3% から 5% っていうふうに言われています。さらにね、株価というのは上下しますので、ずっと 10% であるということはありえません。つまりジャックとジルの例っていうのは非常に極端であるということがわかります。ではもしもこちらジャックとジルが年利 5% で運用していたら果たしてどうなるのかというのを実際に計算していきたいと思います。ではね、早速またシミュレーションをしていきます。ジャックの場合年利 5% で8年間まず運用すると、 10% の時は400万円が600万円に増えておりましたが、5% だと果たしてどうなるのか、それがこちらでございます。年利 5% ですと、なんと400万円が488万円にしか増えていませんでした。一方年利 10% だと597万円でおおよそ200万増えているんですけれども、年利 5% だと80万円ほどしか増えていない。もうこれだけで結構衝撃ですよね。でそこからジャック放置します。そうなると40年間放置し続けた結果というのがこちらになります。年利 10% の時ですと2億4000万円になりましたけれども、なんと 5% だと3000万円ほどしか増えておりません。まあ3000万円でも十分なんですけれども、年利 10% と比較すると大幅に差が開いたことがわかります。たったの 5% 下げるだけで2億円以上差が出てしまいました。それこそね、 10% から 5% ってまあ一見すると半分の数字になるから、2億4000万円が1億2000万円ぐらいになるのかなって思われた方もいると思いますが、まあ複利の影響によってこれは2倍以上の差が当たり前なんですけれども出てしまいます。なのでジャックは年利 5% で運用し続けたら45年後には3200万円になりました。そうなると
ジルの場合は累計で2000万円投資をして、しかも40年間っていう長期スパンで運用しておりますので、もしかしたらってなりますよね。じゃあジャックと比較してジルが年利 5% で運用したら一体どうなるのか、それがこちらでございます。なんとジルは、まあ、元本が多いからっていうのもあるんですけれども、5834万円まで増えてしまいました。なので結局のところ、ここで言えることっていうのは、早く投資をする、ジャックのように早く投資をするっていうことも重要なんですけれども、それと同じぐらい継続して投資をするっていうことも重要です。若いうちに投資できたから、じゃあもうお金つぎ込まなくてもいいやっていうわけではございません。やはり積み立てて投資をしていくっていうことも重要になります。で、結局のところ、じゃあジルはどの時点でジャックに勝っているのかっていうと、年利 5% の場合ですと21年目の47歳の時点で逆転しています。まあ、逆に言ってしまえば、21年も投資をしないとジャックに勝てないっていうところから、やはり若いうちに投資をするっていうことも十分大切なんですけれども、だからといって投資が遅くなってしまったと、興味持つのがすごい遅くなってしまったからって言って、じゃあもう投資しないで貯金だけすればいいやっていうのはものすごくもったいないです。なので、投資遅いからって言って投資をしないのはもうねダメでございますので、しっかりとね、皆さん、あの新ニーサを皮切りに積み立て投資をしてみてはいかがでしょうか。最終的なね、ジャックとジルの結果、年利 5% だとこのようになりました。ジャックは3273万円、ジルが5834万円。もともとは年利 10% だと2億8000万円と2億4000万円だったのが、こんなにも変わってしまいます。まあそれだけね、年利っていうのも、まあ十分に必要な数字であることもわかるんですけれども、じゃあ年利がね 10% とか、それこそ 20% とか上がるような投資信託を買えばいいじゃんってなったら、それはそれで危ないんですよ。なぜかっていうと、リスクとリターンっていうのは比例しますので、やはりリスクが高い商品がリターン生みやすいっていうこともございます。まあ私のね、動画ではこういったリターンっていうのが増えやすい銘柄っていうのもいくつか紹介しております。例えばナスダック100とかね、あとはアイフリーネクストのファングプラスとかだと、それこそね、新ニーサの1800万円の元本を使って1億円とか2億円っていうのが狙えるっていう試算は出てるんですけれども、だからといってじゃあ投資しようってあんまり考えないで突っ走るっていうのはよくありませんので、まあこのね、年利 5% とかでね、運用できる全世界株式とか S&P500 で運用するのが私はいいのかなと思います。それこそね、ジャックとジルのこの年利 5% の結果を見ても分かる通り、やはり元本が400万円とか2000万円しかないのにもかかわらず、もうそれこそね、何倍にも膨れ上がっているんで、やはりこの年利が少なかったとしても複利の力を味方につけるっていうのはものすごく重要でございますので、皆さんも早めに投資を始めて、でしっかりと長期スパンで積み立てていけばね、お金というのは増えていって、もしかしたらね、純富裕層とか富裕層の仲間入りができるかもしれませんし、お金が増えればそれだけ例えば仕事のモチベーションが上がったり、生活でお金についての心配しなくなるんで、ストレスが減ったりっていうことで、いいこともね、たくさんございますので、このね、新ニーサを皮切りに、ぜひ投資を始めてみてはいかがでしょうか。最後にね、このような名言を残します。これ私のね、まあ、座右の銘とは言わないけれども、これね、生きてく上で気をつけるようにしてるんですけど、数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う。別にこのジャックとジルの家庭の金銭額の物語、これが年利 10% なんて嘘だって、だからこの本は嘘つきだって言うわけではないんですけれども、数字は鵜呑みにしないようにしましょう。実際に自分で計算をしてみて、なんかどこがおかしいかっていう、これ矛盾にね、気がつけないと、逆にこの投資の魔力にはまりすぎちゃって、例えば
貯金を全額投資に回しちゃって手元にお金なくなっちゃって、確かに資産額っていうのは増えるかもしれないけれども生活キツキツになっちゃうなんていうこともあるかもしれないので、この数字に惑わされるっていうことは絶対ないようにしましょう。まとめますと、ジャックとジルの教訓なんですけれども、時間の差を埋めるのは非常に難しい、早い方が得っていうのは年利 10% のところで十分お分かりいただけたかと思います。それこそね、まあ私は今20代なんですけれども、26歳ですね。20代で投資をしないっていうのは大きな機会損失。それこそね、ジャックに関しては18歳から投資始めてますし、ジルもね、26歳で投資を始めてこれぐらいのね、巨万の富を得ております。なのでやはりね、20代で投資をした方がいいけれども、逆にじゃあ30歳とか40歳になったら遅いのかって言われたら、決してそんなこともございません。で、投資でね、利回りが安定するっていうことはありません。もう 10% がずっと続くなんていうことは絶対にございません。あくまで、この利回りっていうのは平均値を取っているだけで、ジグザグ動きます。ジグザグと右肩上がりなり、右肩下がりなりしておりますので、安定してずっとね、もうこの銀行預金みたいにプラスプラスなんてなることは絶対にございません。で、最後。投資は積み立てを継続することも十分大切でございます。複利のね、恩恵を得るためには、早く投資をして、投資を続けるということが十分大切でございます。なので、早めと継続、この二つは必ず意識するようにしましょう。ただね、さっき言いました、生活資金の方が重要です。なので、投資のしすぎというものも皆さんの生活を圧迫させて、お金が増えて豊かになるっていう目的からむしろかけ離れてしまいますので、ここあたりもね、十分気をつけるようにいたしましょう。ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、ぜひこの動画がいいなと思ったらよろしくお願いいたします。 Twitter、TikTok もやっております。動画の概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。 Twitter ではこういった投資情報だけでなく節約情報なんかも公開しておりますので、余剰資金を作るって意味でもフォローするともしかしたら得になるかもしれません。 TikTok では YouTube ショートで公開できなかった動画なんかも公開しておりますので、ぜひね、興味のある方は見てください。新NISAね、そろそろ始まりますねって言っても、この動画が正直ね、いつ上がってるかはわかりません。もしかしたら2024年になってるかもしれない。一応動画撮ってるのは2023年12月24日クリスマスイブでクリぼっちをしております。20時48分なんで、今だともしかしたらイルミネーション見たりとか、ちょっとね、高級なレストラン行ってデートしてたりとか、おうちデートしてたりとか、多分みんなしてると思うんだけれども、俺はもう一人悲しく動画を未だに撮っております。まあ年末年始ね、ちょっと動画頑張らないとネタがね、つきやすいっていう傾向があることはね、私はもう長年の YouTuber 経験で分かっているんで、まあ、今回はね、バッチリね、新NISA需要もあるからさ、まあ、こういったね、情報っていうのを皆さんに、まあ、今が一番ね、やはり響くかなっていうところもございますので、このジャックのジルとお話とか、こういった投資信託がありますよとか、こういうところを気をつけましょうみたいなのを、ちょっとね、12月は集中的に公開しておりますので、みんながね、クリスマス楽しんでる中、私はね、この新NISAに向けてね、皆さんに役立てていただきたいということで、陰ながら頑張っております。なので、頑張ってるから、チャンネル登録よろしくお願いします。この錬金術チャンネルでは誰も教えてくれない人生が好転するお金の情報というのを日々更新しております。興味がある方は、ぜひね、登録して他の動画も見ていただけるとものすごく嬉しいです。皆さんからのクリスマスプレゼントはね、私は再生数かなと、チャンネル登録と再生数かなって、生々しいからやめるか、これ以上の話を。そう、私のやっぱモチベーションなんですよ。この登録者がね、ぐーんって増えていたり、もう1万人もね、最近超えましたし、ね、再生数もね、100万再生いくような動画とかも続々と出てきていたりするんで、結構こういうのがね、モチベーションになったり、私もしておりますので、ぜひね、皆さん、もう、クリぼっち、ね、ざま見やがれって思った方は登録して高評価をしてほしいし、あ、哀れだなと思った方もチャンネル登録して高評価してほしいし、ね、新NISA頑張りますっていう方も登録して高評価押してほしいです!欲張り!ということで、だからクリぼっちなんですね。はい、さよなら、自虐ネタで締めます。バイバイ!